はい、えー、こんにちはレトスの尾野です5月21日の三問に入る前にアドバイスをさせていただきます焦らず怠けず諦めずこれは私が10代の大学受験の勉強をしている時に京大医学部の恩師から教えてもらったことです試験が近いからといって焦らない まだ5ヶ月もあるからと言って怠けない。もう5ヶ月しかないと言って諦めない。もうこれは宅研受験でも言えることです。上記のうち1つでも書けると合格できません。頭の片隅に置いて勉強を進めていきましょう。ちなみにこの3つっていうのは勉強だけじゃなくて仕事でも使えます。今は私自身仕事で使っております。今日も一日コツコツ頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入ります。 A が B の C に対する債権を差し押さえた後 C が B に対して動詞の債権を取得した場合 C は A に対して捜査を主張できるルか×かという問題ですえ考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは×、えー、ですね差し押さえ後に反対債権を取得した場合反対債権を取得したものは 差し押さ債権者に総裁を主張することができませんしたがって C は総裁を主張することができるという記述は誤りなんですね債権者 A がいて債権者 A が B が有する債権を差し押さえましたとで差し押さえた後に C さんが B に対する反対債権を取得したということなんですねその場合 C さんとしてはこの債権を総裁して消滅させたいと思うんですけども この債権も先に A さんに差し押さえられてしまっているので、総裁もできませんよという話です。で、この問題なんですけども、問題文を理解するってことがすごく重要なんですね。この問題文です。ルールよりも問題文の理解が最優先。もうずっとこれは前から言ってますよね。問題文の理解が一番重要だということをお伝えしていると思います。なので、あの個別指導ではこの問題文の理解について、えー、合わせて解説しておりますので、個別指導の受講者さんは、 受講者専用のメールバカから問題文どうやって理解するのかこちらをご確認いただければと思いますでまだ問題文理解できていないっていう方はもうそろそろですね問題文の理解っていうものを実践していかないと試験に間に合わないですあの試験直前にねあの問題文の理解の仕方が分かってもそこから問題文の理解の仕方を習得していくってところまで持ってかないといけないわけですよで習得して復習して問題量を増やしてやっと実力って上がるので 直前に問題文理解できたところで、そこから勉強量って増やすことって難しいですよね。今であればまだ十分問題量を増やすことできます。なのでそろそろ本気をちょっと出してですね、やるべきことをやっていくってことをやっていかないと、10月11月とかであればね、まだ時間があるので試行錯誤しながらっていうことはできるんですけれども、そろそろ本気で理解学習始めていかないと間に合いませんので、 まだ問題文の理解できていない方はぜひ短期講座ご検討くださいで短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認いただければと思いますで問いにですね宅建業者 A が B を代理して B の所有するマンション30個を不特定多数のものに反復継続して分譲する場合 B は免許を受ける必要はない丸か×かという問題ですでこれ答えは×ですね B は売り主です。で、A が代理人ですねで。B さんが A さんに代理として販売を任せたんですね。任せたとしても、B さんは免許を受ける必要があります。B はマンション、つまり建物ですよね。これを不特定多数のものに分譲、これ、売却してるんですね。したがって、宅建の免許が必要だと。宅建業の免許が必要です。 これ、今回の問題、結果として、売り主 B さんも代理人 A、宅建業者 A も免許が必要になるんですけども、この問題は勘違いしている人が非常に多いんですね。で、その原因っていうのは、民法を理解してないからなんですよ。民法と今回の問題っていうのは、え実はつながってるんですね。今回、宅建業法の問題ですけども、民法もつながってるんですねで。こういった部分できちんと得点できるか、それとも失点してしまうのかで、やはり合否が決まってしまいます。 なのでこういった合否の分かれ目となるような問題を絶対特定したいという方は是非短期講座ご検討くださいでは問井さんです市街化区域とは〇〇区域およびおおむね〇〇年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり市街化調整区域とは市街化を〇〇する区域であるこの〇〇の部分ですね括弧の中の文言を答えましょう 実際こういった穴埋め問題ないんですけどもこういったところはもう品質なのでもう頭に入れておきましょうで答えは市街化区域とは既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり市街化調整区域とは市街化を抑制する区域です注意が必要なのは以下の2点です市街化調整区域は市街化を禁止する区域じゃないよということですね 禁止ででではない、あくまでも抑制すす。るんだって話ですこれはどういう違いがあるかっていうと、禁止ってなってくると、もう死街化絶対しちゃだめだって話なんです。一方で、抑制っていうのは、死街化をあくまでも抑えるっていう目的なので、絶対ダメというわけではないんですね。そういった違いがあるんですよ。で、もう一つが、おおむね10年以内に、優先的かつ計画的に死街化を図るべき区域っていうのは、死街化調整区域ではありませんよって話です。 この10年以内に市街化を図るべき区域は調整区域ではなくて市街化区域に当たりますねここの部分は市街化区域に当たりますこの点を注意しておきましょうこれくらいはもう頭に入れておいた方がいいですそして市街化区域と市街化調整区域については別の法律でも出てきます 短期講座では別分野で理解をしながら答えを導けるように市街化区域と市街化調整区域についてえ上記先ほどの解説以外の別角度から学習してもらっていますそうすれば忘れても答えを導けるようになりますので受講者さん以外の無料のメールマガの読者さんもそういった勉強をぜひやっていきましょうでもし自分自身で理解学習できていないなっていう方はぜひ短期講座ご検討くださいもうほとんどの方が理解学習できていない状況なんですよなので逆に理解できてしまうと 合格しやすすいんですね多くの方が理解学習できていないわけなんでその中で理解学習ができるようになれば合格もしやすいわけですトップ15%に入りやすくなりますので一緒に勉強できたら嬉しいですそして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください他の通信講座や予備校と何が違うのかどうして短期間で実力を上げることができるのかそこまで解説しております今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので 一緒に勉強して、私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。